実はのアメリカではですね、あのこの、まあ、日本のこうした戦争時におけるこの戦争犯罪とかですね、えー、ナチスであるとか、まあ、そういったいろんなですね、調査をしたんですね、戦後、これ3000万ドルかけて、まあ、7年ぐらいの歳月をかけてですね、えー、その上であのいろんなこの調査を、膨大な調査をしておりますで。これは機密文書としてですね、 ほぼ850万ページぐらいのものになったわけなんですが、まあこれをね、あの個人で全部見ることは、まあちょっとこれ不可能ですね。で、勢い、あのこれ、あの、えー、電子データでこれ保存されてますんでね、えー、かなりの形でこれを検索してみることができるわけなんですね。そういうことで、えー、この機密文書をですね、えー、これあの、えーえー アメリカの,この公立のね都市間で、国立の都市間でこれ、あの見ることでき、当時のできまして、今、えー、世界中でダウンロードできるかどうか、ちょっとそこまでわかりませんが、あのー、公開されているわけなんですね。それで、この中でですね、あのこの IWG レポートっていうんですね、これ。えー、これはあのー、 非常に、ね、詳細に調査された、あの優れた、ね、研究結果なんですよ。でこの中で、あのまあ、いろんなことは語られているわけなんですが、目的はですね、え戦時中に日本軍の,この戦争犯罪ですね、日本軍がやったえ、こういったことをいろいろ裏付けを取るための調査を、まあ、できればこれ、アメリカはしたかったわけなんですね。 で,ですから、初めからねあの、この慰安婦についても、この証拠をな、ね、んとか見出そうということで、これあの、調査されております。この IWG レポートっていうのは、インテルージェンシーワーキング,グループって言うんですが、これがのクリントン政権下でこれ始まったわけなんですね、1999年。それでこれはね、 あのそうした日本の戦争犯罪を立証することができずに、えずっとこれ、埋もれてしまったわけなんですね。ナチスやその他に関しては、もう相当な成果があっております。で、これはずっとのアメリカでも、ね、ほとんどこれも知られてこなかったことなんですね。まあ、なぜなら、やっぱりアメリカとしては、あのこれを公表するよりも、え日本があの今までのイメージ通りですね、戦争について良くなかったと。 いうイメージを持たせた方が、これは都合がいいからなんですね。で、これが興味深いのはですね、えー、この調査をまあするように働きかけたグループの一つに、あのカリフォルニアの本部を置いてる中国系の反日団体があるわけなんですねえー。これも働きかけて、まあそういったことから調査もしたわけなんですが、あのー、はっきり言ってね。南京、大虐殺などのこの日本の先祖判断に関する資料、これも見つけられなかったと。 いううこことももはっっきり言ってますす、まあ、ももちろんそうですね、えー、これ強制連行のあのするような資料こんなものはどこにもなかったというふうにこれ釈明しておりましてね、えー、実はこの、えー、組織がですねこのいわゆるこの中国系の,この反日抗日連合会の人々と面談した時の記録があるわけなんですが、えー、これもですね彼らに、まあ、中国系の団体にねいろいろ 思い入れの深さを知りはしましたけれどもしかし期待を裏切る結果になってしまうということを伝えたわけなんですね。まあ、どういうことかと言いますと彼らに対して中国系の団体に対してですね IWG がアジアにおけるこの戦争犯罪に関する資料を探すためにこの一生懸命努力したんだけれども入念な調査をしてねこれ3000万ドルもかけて7年の歳月をかけて、まあ、膨大な調査を行ったんだが、えー、私たちが疑いのない信念として言えることは、えー、日本の戦争犯罪に関する資料、ね、アジア戦域におけるこういうことを見つけることができなかったと、えー、そのようなまた機密文書も存在しなかったと。 いいうことは伝えているわけなんですね、えー、つまり、えー、中国側が主張しているようなこの南京大虐殺についても、えー、また慰安婦についても、えー、それを証明するような資料はどこにもないということを、あのー、伝えたわけなんです。でこのことは IWG レポートに書いてあるわけなんですね。それで、まあ、それであの先ほど、ねあのー、お伝えしましたように、えー、アメリカとしても、あのー、日本が戦争悪であったと。 ううう方ががが都合いいいということこあったんでしょう、えー、それですから、あのー、この文章をです、ね、ずっと公にはしてこなかったということなんですが、まあ、アメリカの両親は、両親ですね、アメリカの両親としては、やはりあの実際、そういう悪いようなこういう資料が出てきた方が良かったんだけれども、出てこなかったと、きちんとこれを記録に残してあるということなんですねこここれはは独裁国家だったらんんなことはしませんよね。 中国、韓国、見てわかるように、えー、事実を捏造した証拠というものをですね、でっち上げてまでやっているような国ですので、えー、こういったところはやはりね、民主主義国家、えー、日本はやはりあの、こうしたね、アメリカの良心というものを、えー、もう一度あの見つめ直してですね、やはり緊密な連携を取っていくことは、やはり正しい決断であると思うんですね。それでこの この IWG レポートが世に出るきっかけになったのはですね、あのー、マイケル・ヨンというこのジャーナリストの方がですね、えー、この方が、えー、この方はですね、元アメリカのですね、えー、陸軍特殊部員であったの、元グリーンベレーの人なんですね、それで、えー、ジャーナリストとしてもですね、世界中駆け回って、えー、また戦時カメラマンとしてもね、あの同時に活躍して、 あのニューヨーク・タイムズも、ね、絶賛しているようなこのえ情報力、調査力え、こういう力を持つ人なんですよ。このマイケル・ヨンさんが、ですねこの IWG レポートのこの膨大な資料の中から、えこの日本に関する資料というものをこれ発掘したわけなんですね。で、これを見た時、まあ、マイケル・ヨン氏もやっぱりびっくりするわけですね。あの中国や韓国が言っていることとまあ正反対であると。 で、これは本当のことなんだろうかということで、彼自身もやはりこれ調査するわけですよ。で、まあ、彼のグループもありますんでね、これ調査した上で、えー、マイケル4はもう確信を持つわけですね。いや、これはアメリカの公式な政府見解と同じです。エイア養フ、えー、これはもうなかったと。強制連行はなかったと。そんな証拠はどこにもないと。 で彼自身はあの、南京虐殺、大虐殺と言っているこの中国の主張ですね、これも存在していないということでねあの、この問題についてね、マイケル・ヨン氏は、慰安婦問題も壮大な詐欺事件であるという形で告発しているわけなんですね。 えー、これが IWG レポートの中にあったあのことからに端を発して彼自身が研究して得た結論なんですね。えー、アメリカ政府の公式な見解とも一致しておりますで私たち忘れてはいけないのはですね、まあ、日本人というのは非常に善良な、ね、人々が多くて、まあ、正直な民族なんですよね。 嘘をついてまで相手を貶としめるということをしないですよね、さすがに。あのところが、私たちが、ね、相手にしているのは、こういう嘘を平気で、ね、ついて、まあ、最初から最後までついて、偽の証拠まで出してくるというような人たちを相手にしているんだということを、まずあの忘れちゃいけないわけなんですね。 なかなかね、大きな声でそういったことをあの、えー、公の場で言うことは難しいかもしれませんが、私たちはそういったことを、あのやはり頭の片隅に置いた上で、対処していかなければいけないと思います。で、この、今回のこの、撤去されたこの症状像とかなんかいろいろありますね、この中にはね、慰安婦と見られるこの症状像の他にもですね、特攻隊を侮辱するようなも作品であるとか、ね、とんでもないですよね。 昭和天皇の写真を湧くような映像とか、えー、昭和天皇のドクロと一緒に写ってるような写真であるとか、こういうね、日本人の発想ではちょっと出てこないですね。こういうものがあったわけなんですよ。で、これをね、当たり前のようにこれ表現の自由だと。これで許されると思いますかこういうものが。表現の自由は、もう当然これ守らなければいけませんが、そこにはもう一定の責任が伴うわけですね。 何でもかんでもこれ許されるはずはありません。しかも今回これが芸術だと言っているんですね。芸術であれば芸術としての表現の自由。えー、これはもう芸術性の高いもの、低いもの、あるにせよですね、それは守られるべきです。しかし、えー、こんなものは芸術じゃないですね。これは明らかに全てこれ、反日の象徴であってですね、政治的なプロパガンダであって、捏造されたものなんですね。症状なんていうのは。 そういうことからね、あのー、これ反対する声が出てくるのは、これ当たり前なんですね。で、撤去されたことに対する市民の抗議があるというふうに報じているテレビニュースありますよね。まあ、どういう種類の人たちか、大体まあ想像つきますよね。え、何度言ってもいいと思うんですが、この IWG レポートは、米国が多額の費用と歳月をかけて調査した完全なレポートです。 で、これがアメリカの公式な、えー、レポートなんですね、えー。こういう、まあ、決定的な証拠として出されたのが IWG レポートであるということですね。で、これはあの、アメリカのね、国立公文書館にあるんですけども、えー、正確なタイトルとしてはですね、えー、ナチスの戦争犯罪と日本帝国政府の記録の各省庁作業班、えー、アメリカ議会向け最終レポート。 とということなんですね。皆さんはどのように思いましたかご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録。